今夜は気持ちのいい満月の夜です。トロもちょっと一休みしてしばしお月見を楽しみます。ぼーっと満月を眺めていると、思い出が増えました。なんだか不思議なこと出会いました。そういえばふるさとって一体
体どこなのかにゃ。ちょっと気になったトロでした。夜空にまた流れ星が光りました。ちょっと不思議な流れ星でしたけど、トロは気がついたでしょうか。続く。ここはどうやらゴルフ場のようですね。おやおや、トロが迷い込んでしまったようです。勝手に入って大丈夫でしょうか。まもなくパターゴルフ大会が始まります。参加者はロビーに集合してください。
思い出が増えました。なぜ涙がこぼれるのか、どうしてこんなに悲しいのか、トロには分かりませんでした。でも大切なことを忘れてしまった、そんな気がしてしょうがないのです。もしかして人間になるとこんな風に思い出を忘れてしまうのでしょうか。少しだけ不安になってしまったトロでした。続く。トロとクロは町外れのボーリング場にやってきました。どうやらクロは遊ぶ気満々ですが、そんなに寄り道ばかりで平気なのでしょうか。
思い出が増えました。注目のボーリング場です。今日もたくさんの人で大にぎわいです。一体その秘密は何かと言いますと、この猫さん、ボーリングピンのコスプレをしているかわいい猫さんがいるんですね。なんとこの猫さん、格好だけじゃなくボーリングもプレイできるんだそうです。どうしてこんな姿をしているのか全くの不明ですが、この猫さんを一目見ようと大勢のお客さんが詰めかけています。いつの間にかお客さんをたくさん集めてしまったトロたちでした。テレビに映ったおかげでみんなが来てくれたのは嬉しいのですが、ちょっと照れくさくて複雑な気分のトロなのでした。続く。